こんにちは、アールです。スプラトゥーンは社長、サダン団長、アールと申します。今日もご視聴ありがとうございます。今日もですね、皆様からいただいた小ネタを調べていこうと思います。じゃじゃん、ありがとうございます。アールさん、小ネタ見つけました。コロクルです。カーリングボムを投げてプレイヤーを見るととても可愛いポーズをしています。知っていたらすいません。採用してくれると嬉しいです、とのことなので、ちょっと見に行きましょうか。これはですね、カーリングボムを投げて何も動かなかったらこういう感じですよね。見えない、チャキーンみたいな感じで、あのガッツポーズを取るっていうね、まあ、これボーリングに例えてやってると思うんですけれども、もっとねよく見る方法がございまして、これはですね、カーリングボム投げて L ボタンを押します。そうするとちょっと数字で見えんけど、これね、ロビーメニューが出てきた時にもそれを押してくれるというね。ほら、これでね、やるとニコリっていうね感じでやってくれますね。で、これ2でも同じポーズをするんですけれども、表情が違ってて、確か2ではねこんなにっこりしてなかったと思うよね。にっこりじゃん。ちょっと2見てみようか。はい、スプラトゥーン2のここがですね、試し宇宙場ですね。これでカーリング投げて見ていると、よしみたいなね。え、これもしかしてタコちゃんじゃけえのんかね。イカちゃんでやってみるか。はい、イカちゃんになってきました。これでカーリングボムを投げて見ていると同じか。で、やっぱり3では目をつむるようになったけど、2ではね目を開けたまんまということですね。これね、結構可愛いんで、みんなもぜひやってみてください。こうやって L ボタンでにっかりこれタコちゃんでもやってみるか。多分タコちゃんでも目つむると思うんですけど、じゃん、あ、見えねえくそー、これですね。あー、目つむってましたくそらんてこった。 OK、 なのでにっこり可愛いんでね、ちょっとみんなもやってみてください。 OK、 次行こう。続きまして、じゃじゃん、ありがとうございます。アル様、こんにちは。スプラ2と3のヒーローモードでのホタルちゃんの疑問です。2の主人公、過去4号には自分のことをホタルと言っていますが、はい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 、3の主人公、過去新3号には2号と言っています。なぜ4号にだけ自分の名前を呼んでいるのでしょうか。調査お願いします。なるほどね。へー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 、これ最初に会った時かな。ちょっと最初に会ってみるか。じゃあ高技を倒しましょう。よし、タコワサ撃破です。よし。じゃあこれが一番最初に会うところですね。ちょっと見てみましょうか。おーい、3号、もう3号にはなってんだよね。よかった、無事みたいだね。君がじいちゃんに任命された3号と小ジャケちゃんね。確かにいい目してる。あ、君と会うのは初めてだったね。私はニューカラストンビ部隊の1号だよ。こんにちは、2号です。あ、ほんとじゃ、2号って言うよね。はい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 。はい、という感じで、さっきですね、2号ですっていう説明がありましたね。スプラトゥーン2は、あれなの？ホタルですって言っとったんかね。ちょっと見に行こっか。よし、スプラトゥーン2来ましたので、ちょっと最初にね、ホタル姉さんに会うところをやってみましょう。うわ、なんか懐かしいね。こんな感じだったよ。あ、じゃじゃじゃーんと。ここにヒントがあるかもしれんけね。タコが来とる。こんにちは。やっぱ来てくれたね。君のこと街で見かけた時から他の人とは違う目しとると思ってたんよ。あ、めんごめんご。私はホタル。そう、皆さんご存知、有名アイドル、塩カラーズのホタルです。ほんとじゃ。ホタルって言っとるね。知らない？マジで？あ、そう。まあいいや。ちょっと助けてもらいたいことがあって、君みたいな子を待ってたんよね。ハイカラスクエアのエネルギー源、オーデンチナマズが消えた事件知ってる？
あれ実はタコ軍団オクタリアンの仕業なんよ。なんでそんなことを知ってるかって言うと、あたし表の顔はアイドルだけど、てんてんてん。その正体はニック家オクタリアンから世界を守るニューカラストンビ部隊2号なんよ。あ、これじゃない？最初はそのこのカラストンビ部隊って明らかにしてなかったっけ？ね、表向きのホタルっていう名前で自己紹介したんじゃないかな。2号なんよ。ほんじゃ、レッツゴー。以下よろしく。4号って塩辛で知らんのやね。なるほどね。あれだ、さっきの会話の中にヒントと答えがありましたね。2の時はですね、最初に、塩カラーズって名乗ってから、じゃけ、ホタルでーすって言っとったんだけど、3はね、もうもともとカラストンビ部隊に入っとったけ、もうカラストンビ部隊の一員として2号ですっていう風に自己紹介したのかな。それと、さっき、あったじゃん。4号って塩カラーズ知らんのよね、みたいな。そこでちょっとショック受けとったけ、あれなんじゃない ?3 の時も、もし塩カラーズを知らんかったら、ちょっと滑るじゃん。塩カラーズのホタルでーすって言ったらね、誰だよってみたいになるけ、もう、ね、最初からカラストンビ部隊の2号でーすみたいな感じで、自己紹介したんじゃないかね。3でさ、この、新3号に、塩カラーズですっていう風に名乗ってないよね。多分名乗ってなかったと思うんだけど、最終決戦前で塩カラ節歌うじゃん。あん時なんて言っとんかね。確かスリニ連合も姉御って呼ばせてくださいみたいになった時も特に塩辛酢とは言ってないはずないね。ちょっと見てみるか。最終戦で塩辛節歌う時にどういう風な紹介になってるか。ちょっと見に行こう。姉御たちの顔どっかで見たような気のせいかの。で終わっとるけ、特に塩辛酢とはね、名乗ってないんだよね。よし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 、オッケー。これで、多分塩辛節流れてくるよね。どういう紹介なんじゃろう。塩辛ーズって明かしとんかね。私たちも3号を応援するよ。さあさあお立ち会い。立ち上がりしは生かした強者。我らが3号さんによる大熊大臣の時間じゃ。えいえい。今んとこ言ってないよね。塩辛ーズでってことはね。今日も隅から隅まで、ズズズイーっと塗ってみせやしょう。よ、ほほじろやじゃあじいちゃん、一応やりますか。聞けば天国、歌えば極楽。塩辛節3ミックス。急に始まったね。特に紹介はないんだね。エンディングのニュースの中で、こっから塩辛酢の話題が出ますよね。塩辛酢のニュースシングルが発売？えい。ここはスリミ連合の島、バンカラ街じゃぞ。そんなハイカラなもん。ん？この顔、どこかで見たことあるような。だけどここまでスリミ連合も塩辛酢ってことを知らんってことよね。やっぱ明かしてないのか。ふんふん。まさか。これは姉御たちじゃ。姉御たちのニューシングルじゃ。姉御姉御たちのニューシングル。このスリミ連合が全身全霊気合い入れて応援させてもらいます。よ、ほほじろや。それでは聞いていただきましょう。塩カラーズで塩風の星。スキップ。なるほどね。わかりました。なので、まとめますと、最初にね、スプラトゥーン2で、4号に名乗っていたのは、そのカラストミ部隊にまだ入隊してなかったけ、一般的な自分の姿。ホタルだよっていうことを見せるために塩辛酢のホタルでーすって言ったということですね。で、その後、4号がニューカラストンビ部隊に入団したことにより2号ですというようになったっていうのと、4号が塩辛酢を知らなかったので、ちょっとショックを受けたんじゃないかな。で、スプラトゥーン3になりまして、じいちゃんがね、先に3号を入隊させとって、ってことは、で、私たちがね、1号ですよ、2号ですよ、みたいな自己紹介がいるじゃん。自分3号ですよって言われたらね。で、それプラス、またね、3号が塩辛酢のことを知らんかったら、また寒い空気が流れちゃうんで、名乗るのをやめていた。みたいな感じじゃないですかね。で、それはスリミ連合にも一緒ですね。スリミ連合も、もしね、名乗ったところで知らんかったらどうしようということで、
スリミ連合にも言ってなかったと。スリミ連合も塩辛酢の存在は知っとったけど、こうして見ただけだとわからんっていうのはねえ、普通顔とかでわかるじゃん特にアオリちゃんは、いや今回誰も変装してないかね、どっちもそのままの姿じゃけ、分かってもいいはずなのになって思いながら、じゃあ塩辛酢を名乗るのはやめとこうかなってなったんじゃないかなと思います。オッケー、スプラトゥーン3と2を行き来した調査完了です。ふぅ、オッケー、続いてはこちらです。じゃじゃん、ありがとうございます。ホラー系苦手ですが、 R さんの都市伝説調査は見てしまう。ありがとうございます。小ネタです。散歩で矢倉に乗ったままプラスボタンを押すと、矢倉に乗っている時の音楽がずっと流れていてよく聞こえます。へえ、ぜひ調査お願いします。そうなんじゃ、おばちゃんお願い。矢倉、つなりました。ちょっとポーズしてみよう。あ、ほんとだなるほどね。はい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 、ずっと鳴ってますね。なるほど。次はですね、定期的に届くんですけど、こちらですね。じゃじゃーん、ありがとうございます。Rさん、前スプラをやっていたら R さんと名前が同じ人にキルされて煽られました。違うと思うけど R さんですが、違います煽りません。あと、ごめん、これですね。今僕は長袖の魔王で丸 R でシャープ2733、これですね。2733をちょっと覚えとってもらって、これが違ったら別の人です。名前変えるまでこの2733そのまま続くと思うんでね、ぜひよろしくお願いします。あ、バッチ見えちゃいました？バッチ見えちゃいました？この X パワーが2000以上になった証のバッチ見えちゃいました？いやー、見せる気はなかったんだけどな。ドゥフフフ、ドゥフフフ。っていう感じで、ちょっと今回ですね、X パワーをガンガン上げようと思って練習中でございます。今エリアが2067で、その他は2000以下なんですけれども、ちょっとね上げていこうと思いますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。それとこのプレートあるじゃないですか、このプレートを見て、その人の人となりを診断するプレートプロファイリングっていうのをやろうと思いますので、これはですね、ツイッターで募集をします。メモリープレイヤーもツイッターでしか募集してないんですけれども、ちょうどね画像がつけれるじゃん、ツイッターって。プレートをね一緒につけとってくれたらプロファイルするかもしれないです例えば僕の場合ですね、長袖の魔王で、X パワー2000以上、グレートバリア、ローラーなんで、まあこの人はこのプレートから見えるのは、まあローラー使いは間違いないでしょうねと熟練度5あるんでね。で、グレートバリアもよく使ってます。そして X パワー2000いったのがもう嬉しくて嬉しくてしょうがないんだろうな。みんなに見てほしい。つまりちょっと自己顕示欲の高い人なんだろうな。で、中袖の魔王っていうちょっと受けを狙ったところがあるでも滑っていると、そういった人物像がわかりますねちょっとね、プレートで人物像をプロファイルしようと思いますので、ぜひ何言われてもいいよっていう方は送ってきてください。逆にやだな、こんなこと言われたら傷つくなっていう、ちょっとね、ナイーブな方はやめといてください。よろしくお願いします。 OK、 それじゃあメモリープレイヤーを見てみよう。みんなのメモリープレイヤーでキル数ハイアンドロー、こちらはですね、ツイッターで募集してます。YouTube のコメント欄では一切募集をしておりませんので、書くのは、控えていただければなと思います。ツイッターで募集しています。ツイッターで募集したメモリープレイヤーを見て、その二人のキル数の合計ハイアンドローでございます。今日の二人はこちら。さあ、こちらですね、ヤマティートマト YT さんと、キルなら任せてさんですね。両方ともですね、多分キルはたくさん取れてそうですね。イベントマッチでたくさんキルできたので見てください。見てくれたら嬉しいです。採用お願いしますということと、キルなら任せてさんは、R さん、いつも子供たちが楽しく拝見しております。ありがとうございます。小学4年生の娘がたくさんキルできたので見てほしいそうです。ユーザー名キルなら任せて、使用武器トライストリンガー、
バトルメモリーはこちら、これからも応援していますとのことなので、今回ねちょっと2人ともキルたくさん取れたとのことなんで、ボーダー40にしようと思います。40よりハイかローか。シンキングタイムスタート。40のね、あのシンキングタイム作ってなかったんで、ちょっと映像はないんですけど、40より上か下かですね、決めてください。僕は上だと思います。ちょっと今日強気に40より上で行ってみましょう。さあ見てみよう。さあ見てみましょう。まずはヤマティトマト YT さんからですね。イベントマッチとのことだったので、そうですね、ブラスターですよね。ブラスターの矢倉、相手もブラスターばっかり。僕これやってないんですよね。これはホッカスか。さあ着地をガンガン決めていきたいですね。まずは矢倉に、そうだよね。あ、いいねいいね。あいいね。こう普段使ってんのかな。動きがすごいいいぞ、この。うわ、ワイプアウト。すごい、あの、追っかけて2発目を当てるところなんてね、よかったよね。あー、惜しい。50、50でね、確実にキルを取りに行く。すごいですね。で、相手に落ち、これはいきそうですね。矢倉乗っていきたいです。ただ、ブラスターがいろんなとこから飛んでくるんだな。あー、ナイス直。で、あそこで見てるんですね。あれ、Sブラか。あ、来た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 。で、1、2、ほらね、うまい。やっぱり使ってんの、この人。で、ウルチャク。ジャンプ打ちでね、相手やって、で、そこ来てますね、と。で、この詰める動きですね。あー、うまい。これは、ブラスター使いによるイベントマッチだね。あ、で、後ろが来てる。あー、うまいうまいうまい。ちゃんとね、爆風外に逃げて、で、ここね、グレートバリアがないとちょっと行きにくいですけれども、ホップソナーの相まってやられてしまいました。さあ、でもまだ関門は突破できてないし、関門回復しましたね。ちょんちょんちょんという風に回復するんだね、あれね。来てる来てる。直当てるか。え、Sブラなんで、まあ、慌てずにね。行きましょう。爆風そんな大きくないもんね。あー、いいね。で、飛びも。あー、見てますな。これ、いいねいいね。あー、で、ザー。今あれか、ちょっとジャンプして打つのがあれだったね。拳が前に行ってなかったね。そして関門を突破。よしよしよし、関門突破。さあ乗り継いでいこう。ナイス。よしよしよし。あー、これまだいるか、まだいるか。あー、痛い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 。ナイス潜伏。これ刺さっていくね。で、あ、相手もね、チョコを当てきましたね。中西、ナス中西さん、大丈夫でしょうかね。さあ、で、まだまだ時間はありますからね、油断はできないところですね。相手乗ってないですけれども、ホップソナーがややこしい。そうですね。相手のエスブラもうまいですね。シュン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 。さあ、こっち3落ち、一瞬3落ちになってしまったんですけれども、うわー、うわ、うまいわ。あの人うまいわ。あのとっさに、俺まだできんもん、あの、ボム避けイカロール。ああ惜しい。ラグでやられた。でもここは相手倒しとるけどね。俺もあれができるようになりたい。スプラッシュボムをイカロールでキーンって弾きたい。ダミーロボットで練習しよう。あ、痛い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 。あ、こっちから、あ、でも、見落ちしている。さあ、これはどうか。矢倉が進んでいき。あれ、潜伏でもよかったんじゃないかな。やれやれ、お、うまい。当て感が、すごいですね。さあ。来てる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 。来た、後ろにいた。バレた？お、バレてない。あー、うまいね。で、もう一人。軸をずらして、あ、後ろが来たか。ねえねえ、どこ行った。ナイス。あー、うまっ。ナイス、あと1分か。ここ、ナイスナイスナイス。ここで来たらでかいね。ここに着地持ちがいるって嫌だよ。おらー、これ。これっすよ。あー、じゃあじゃあじゃあ、で、そのパンパンちゃんだけだ。しかし、矢倉は、なかなか乗りづらいんじゃね、やっぱりね。ブラスター大会って。ブラスター矢倉大会はもう。
シュン、シュン、あ、シュン、おー、じゃないです、シュン、シュン、うわ、これはもうちょっと離れて、爆で、おかげかげ、ナイスナイスナイス、ガガガガ、戻された。この辺でね、あれして、うわ、着地が吐けなかった。あと相手も矢倉進行しておりますが、なかなかですね。オッケー、もう一人いた。爆風をうまく当てて、よーし、来たね。あー、ちょっときつい、きついか。あー、いいね、いいね、いいね、うわなるほど、これ結構いっとんじゃない、マジで。じゃ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 ーん。いや、ブラスター使ってんな。連動高かったね。さあ、金3つ。ゲサゲサ、パンプ、ウェイス、ウェイス、ウェイス。あなたのキル数教えて、ちょっ。ウェイ、26。すげー。じゃあもうあと14キルあれば、40以上ですね。トライストリンガーか。ちょっと見てみよう。じゃあ次、キルなら任せてさんですね。キルなら任せてだからな。もしかしたら2人で50以上あるのかな。さあ、倍買亭でのガチアサリですね。アサリラーメン、アサリラーメンにしましょう今回は。で、相手はスクイックリン、キンモで、トライストリンガーに、マニュコラーですね。で、武器はトライストリンガーですね。ポイズンと 5.1、 シュン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 と。まあ、とりあえずここに立って、相手のスクイックリンが来てますね。危ない、危ない。危ない、危ない、射程範囲で、あー相手のトライストリンガーを見てますね。なるほど、なるほど。うわ、シュン、あ、来た来た来た、危ねえなんだガチアサリが止まっていた。そこやりたいね。そこやりたい。やりたいよ。ナイス。オッケー。で、一人行ってるな。あ、危ない、危ない、あ、で、そこに来た。シュンシュンシュン、このね、レーザーでやっていきましょうね。さあ、どこだ、そこに一人と、で、降りてきたのは一人と、ですね。で、金物がやられていて。さあ、なかなか、詰めることができませんが、あ、来てるね。マニュコラが来てますんで、ちょっと一旦引きましょうか。オッケー。あ、この、ハンコに合わせていきたいですね、ガチ。ガチアサリの人、ガチアサリの人、ガチアサリの人、追っかけられとるじゃん。え、な、ガチアサリの人はガチアサリ作って何がしたいの、これ。倒して、さっきのハンコと一緒に、行けよかったと思ったんだけどね。あ、これ、イカ、ダイオウイカも一緒に行きましょう。シューン、オッケー、ナイス。シューン、そう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 。で、ゴーデンちゃん、あ、これいける、ゴーデンいっちゃんで、ね。よし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 。ん？ちょっと今、厳しいか？いけるかい？いやー、そうだよね、そうだよね。で、まあ、ラインが上がってなく、そうだね。で、ガチャチャ消えちゃうと。で、まあ、そうですね。シュン！シュン！お、また！これパブロの人かな。ナイス、あー、あ、じゃあ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 、いけ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 、ゴー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 。今そこにトラストでしょ。で、あ、もうそのトラストしかいないから、よしよしよし、行くんだ。行くのだ、行くのだ。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、いい高台取りですね、ここね、大事だよ。あー、ついてきた。シューンシューン、危ない、よし、オッケー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 、シューン、ナイス。入ってないの？入ってなかった。で、北斎の人ちょっとまた集めてきてもろで。前線上がってるんだけどな、なかなか。雨で死ぬかな、死んでなあ。いや、これいけるでしょこれ。よしよし、入った入った入った、ナイス。いいよ。そっからの、で、相手ガチがあるけんね、ちょっとあれしつつ、追加で入れたいけど、ちょっとこれはもう入れれんかな。あ
にゃあち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 ゃあ。で相手も反撃はあるんですけど、うちもねガチアサリ持ってるんで、全員でいけないよというところですね。でガチアサリが2個になりました。相手1個は消えたか。よしよし、オッケーオッケーオッケー。あーナイス、オッケーオッケーオッケー。よいよ、あーっとトライストリンガー見ている。これはこっちから危ないか。でも上からだとやれないから一回後ろにやめてね。待てよ待てよ。あ、2落ちか2落ちか。いいねいいねいいね、いける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 。そこにトラストがあそこにいる。あ、ちょっとな遠くに投げといて、でゴーデンちゃん、うわー惜しい惜しい、引いてゴーデンいっちゃん、そしてその隙にみたいな感じ。これはきつそうだな、今入れるのはちょっときつそうなんで。あーじゃあ、あじゃぱ危ない、あー切り替えポイント、切り替えポイント獲得。さあ80対100で、あともう50秒切ってるんで、このまま行きたいところですね。結構均衡してる試合になっておりますんでね。あーいいですね、横の方からちょっと狙ってね、相手の意識をそらして着地が来ましたね。相手も17個あるんで、あーいいところにいいところに気づきましたね。さあそしてマニューがあそこに行ったんで、もう下には誰もいないでしょうか。でこのナイス玉規定に来そうですね。でこっちちょっと塗り残しがあるじゃん、さっきマニューが入ってきたところ。でマニュー死んでるか、あっちから誰か来そうだよね。あれ頑張れ、壊したナイスよし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 、あれでこれで1個でも入れるまで、これで終わりか。オッケー、よし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 、あこれでまさかまさかない早く早く降りてきて、早く降りてきてオッケー、時間切れですね。ナイス、お金3つ、いくぞいくぞ、ゲソゲソパンプ、おっしゃ2連続ゲソパン。で、あなたのキル数、教えてちょ !13! うわぁこれは !26 たす13で 39! うわぁ !40 いかんかった、めちゃめちゃいい2人のチョイス、そしていいボーダーの設定だったね。うわぁ40、俺ハイにしたよね。うわぁ今回はローの方の勝ちでございます。オッケー、みんなどうでしたでしょうか。メモリープレイヤーは Twitter で募集しております。YouTube では書かないでください。よろしくお願いします。こんな感じでですね、このチャンネルは皆様のコメントをもとに動画を作っております。小ネタのね、小ネタは YouTube のコメントで募集をしております。あとこれってどういうことなんですかとか、調査お願いしますっていう風な調査依頼とかも YouTube のコメントで募集をしておりますので、何か疑問とか小ネタとか噂とかバグとかありましたら、お気軽にご記入をお願いします。僕はね全部のコメントを読んでおりますんでね、読み漏らしはないようにしておりますので、安心してください。なんだそれは。オッケー!じゃあねー!バイバーイ!あ、もう一個。昨日僕ね、いい試合ができたんで、これですね。もうアップロードしてるんで、このメモリープレイヤーちょっと見てみて、やってください。ませませー。